皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマチョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。今回はこの回ですね。あら、マホチンがうちの教室に来るなんて珍しいわね。どうしたの？あ、マリアさん、悪事さんを探しているんですけど。悪事ならもう帰っちゃったわよ。今日は早く帰るぞ、とか言って。そうですか。あ、別に用事があるというわけでもないので大丈夫です。そう？でも、悪事ったら、ほんと、のんきよね。本格的に魔女探しが始まったっていうのに。こんなことしてちゃ、逃げられちゃうじゃない。マリアさん、落ち着いてください。きっと、悪事さんにも何か考えがあるんだと思います。どうかしら。ちょい悪のポリシーだか、なんだか知らないけど、あいつが早く帰るのはいつものことだし。さてと、今日はミナミチンと討論会があるから、そろそろ行かなくちゃ。はい、マホも部活があるので、これで失礼します。これで失礼しますね。あ、そうそう、マホチン。たまには私の家にも足を運びなさいって悪事に言っておいてくれる？いろいろと話したいこともあるし、ほんと、昔はよく遊びに来てたのに。ん？あ、もちろん、マホチンだったらなおさら大歓迎よ。いつでも気兼ねなく遊びに来てね。はい、ありがとうございます。うふふふふふ。じゃあね、マホチン、また明日。スイーツコミュニケーションモードで、マリアの家に行けるようになった。ちなみに、ストーリーモードで、まあ普通のストーリーで、まあ行け、まああの普通にプレイしてて、行けるのはもう、マホとマリアの二人だけですね。あとは条件がなければ達成しないといけません。まあそんな感じで今回はこの辺で、ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。